在の3年間高い壁を突き破るという大きな目標を持って生活することは価値あることだとは思いませんか。皆さん、自分と誰のボールを追いませんか。一からラグビー部を作りませんか。ラグビー部に入部します。え、はい、入部を希望します。はぁ、なんで。この2週間1年生を勧誘しては玉砕している先生を見ていたらかわいそうで見ていられなくて。いや、そう、冗談です。これだけです。これだけ。今のところ部員はこの4人だけです。たかだか部員の勧誘に何手こずって。相手日本人じゃない、言葉通じるじゃない、当たり前じゃないわよ。でも部員ゼロの状態からいきなり15人はさすがに無理だ。無理。何あっさり無理とか言ってんの。あなた、何ふり構わずやんなさい。騙してても拝み倒してても土下座しても15人集めなさい。教師になりたい人間なんていくらでもいるんだぜ。放課後屋上で練習したらいつも来るようになって、君も一緒にラグビーやってみないか。あまりにもしつこいんで一度行ってみたらさらにしつこくなって、帰りに横浜でラーメンをおごってやるからって大学ラグビーの試合まで連れて行かれて。君はどうする。僕超文化系なんです。それにただ太ってるだけで鬱陶しいじゃん。大丈夫、他の能力は訓練や努力でなんとかなる。しかしサイズだけは鍛えようね。よし行こうって先生。入ります、ラグビー部。そうですね、先輩が入るなら。うわ、いや僕はそんな。留学生が羽田に着くから迎えに行ってちょうだい。明日です。セブンズの試合に間に合うように来日早めてもらったの。セブンズのための秘密兵器よ。見てやがれ。日本語わからない。今年の夏はプールサイドで女子の背を独り占めするつもりだったのに、ライバルすげえんだよ。日本語わからない。俺ももっと鍛えるべきだ。昨夜坂田先生はプーを本にさせる意図を持って自宅を訪問されたが、残念ながら不守備に終わったそうだ。これからもう一度プーを説得しに行くつもりで今日の部活には出られないと自分に伝言された。あー、痛いた。おーい、プー。おー、痩せたな、プー。でも顔色は良くなってるんじゃね。見舞いだ。大仏どっちだ。大仏ですか。日本に来てからカーッとしたことしないのが言うから、鎌倉の大仏見せてやんで。大仏、大仏。見舞いと観光を混同してるやつが若干目いるようだが気にしないでくれ。で、町番組はどっちだ。芝君。あっ、あっちです。よし、じゃあ行こう。しちゃったら、こんなこと言っちまったらこいつらに突っ